こんにちは。今回は予作のモンストチャンネル超獣神祭を回してみたいと思います。孫悟空の力でモンキーマジックで暗示をかけて、なんとか10連でいいやつが出ないかなと、できれば卑弥呼が出たらいいなと思っています。今まで10連でルシファーとかを当ててきてるんで、まず10連をして、出なかったらシングルでちょこちょこやっていこうと思います。ってことで、じゃあ回していきましょう。猿をなぞったんで来ると思います。これはひどいですね。10連で1個も出ないってことは、シングルで多分出てくれると思うんで、サクサク行ってみたいと思います。
なかなかひどいですね、これは。じゃあラストチャンス行ってみたいと思います。はい、ということで超重心祭を回してオーブも尽きたんですけど、今回は全部星5以上は出ませんでした。確率がどうなってるんですかね、これ。超重心祭だけど、これは結構ひどいっすね。超重心祭結構回してきたんですが、今回のこれは特にひどいです。10連の後シングル13回回して23スルーを達成いたしました。はい、オーブを貯めてまた挑戦していきたいと思います。新記録が出ました。ありがとうございました。